千田貞明、千田貞明、千田貞明,明、天保七年七月二十九日、千八百三十六年九月九日、明治四十一年、千九百八年四月二十三日は、明治時代の県令、知事、貴族院議員、肖像位、君一等男爵。広島県の県令の知県知事後、新潟県、和歌山県、愛知県、京都府。 宮崎県知事を歴任した。千田は、全任地の大分県から、回路規制により、広島へ、県令として赴任した。その際、大田川が運ぶ土砂により、遠浅の干潟が続く広島へは、沖合の宇品島、現在の元宇品で、乗客用の和船に乗り換えり、貨物は端けに乗せ替えたりしなければならず、また乗り換えても遠浅の海が潮が満ちるのをまたねば、 ならないことを目の当たりにした。着任早々市内を巡視した千田は、インフラが反省時代のままのため方々で物資が渋滞し、それが原因で経済活動が停滞していることに驚いた。そこで港の整備とそこへ続く道路の整備が必要と考え、宇品築港を決意した。1881年5月末、千田は内務省、内務卿、 松方正義宛に要請し、親とい外国人、ムルデル、ATL、R マルダー、乱に現地を視察させ調査、計画策定させることとなった。ムルデルは、内務省、食卓一等講師、義士である。当時の親とい外国人の中で、オランダ人は、土木分野、特に、川口近くの平野部で堤防の建設や、川底の掘り下げや分水などを行い、 洪水予防をする工事や運河を建設したり、港湾の建設といった、低水工事がお家芸であり高く評価されて、雇われていた。大田川デルタ加工の遠浅の海での干拓と、港湾建設には適任であると言える。ムルデルは現地を視察し、実行計画のみでは、大田川の土砂運搬作用により、遠からず土砂が堆積し、沿岸流により、氷砂として港湾に流れてくると予想した。 そこで築行と同時に、宇品島、現在の元宇品と京橋川砂岩の間に堤防を築き、干拓地を作ることになった。まず、京橋川砂岩の南深海と宇品島,島の間に堤防を築き、宇品、金和島両島の間の海峡を大きな船の停泊場とする。第二の工事として停泊場と広島市街を結ぶ、車道を作る。第三の工事は、 南深海と宇品島の間に深海根地、干拓地を作るというものである。仙田は広島市内の有志を招集し、実行計画の機構について万丈一致の賛同を得た。計画はスタートを切ったのである。ところが、ここに来て大きな反対運動が起こった。広島では、江戸時代の終わり頃より海苔を薄く生成した隙海苔が、 最国で初めて作られ、養殖のりの一大産地であった。また現在も有名である広島の柿養殖も、柿イカダを使用した養殖ではなく、日型に直接雑木や竹を立てて養殖していた、妄想地区を利用した沖合の柿イカダによる養殖は、昭和30年代より。また、日型では、アサリの採取も行われており、日本島村大河など、計画地の周辺の住民たちは、 巨場や、海苔や牡蠣の養殖場を奪われて、生計を失うとして激しい反対運動を開始した。寺の盆昇を合図に反対派住民は集まり、賛成派住民の商店からの不買を決議して、規制を上げた。また反対派住民は反対陳情のため、千田県令の家に押しかけたが、まるで陳情といった光景ではなく、むしろ旗を先頭に立てたけやりを携えておりあたりには、 不穏な空気が漂っていたという。しかし、先田の説得や交渉で、工事用資材の運搬などの妊婦に反対派住民を優先して雇用した。この賃金が巨場や養殖場を失うことを十分償うもので、あると住民も理解したため、反対運動は半年後に収まった。宇治な執行計画は、資産によると18万余という拒否が必要とされた。 そこで、経費節減のため公費切り詰めが考えられ、備前岡山の機微開墾者の干拓堤防等で、人造石による工法を確立していた、服部長リ調よる人造石工法が検討された。人造石による大規模な工事は初めてであるので、県の地質課長に問い合わせ、前述の工事等で、いまだに修繕が必要ないこととコストの兼ね合いで、工事発注となった。または、 工事に必要な土砂を県が現場に直接現物を運ぶようにし、さらに工事費を切り詰め、総工費は8万7千円と見積もられた。工事費は旧広島藩主浅野市からの市族受産補助金、国庫からの市族受産金と担保として、筑工埋め立て地を当てたが、1884年9月に寄港したものの災害や潮止め工事の堤防からの漏水による崩壊、浪費、 資材費の値上がりに常に悩まされた。1886年より、広島市近隣では、当時の国策事業である海軍の増強に伴う大規模工事での人員不足や、それに伴う資材や賃金の上昇が見られたことも、公費の長の一因となった。1886年5月4日に、クレ陳述設置が定められ用地買収と工事の開始。 1886年10月1日より、東京・築地にあった海軍兵学校の江田島への移転工事の開始。海岸埋め立て地を宅地として売却。国に対する補助金の申請による2回の国庫からの補助金や、仙台やハットリ調地は資材をも投入し1889年11月、5年の歳月と客工事の3倍強の30万円余りという拒否を追やしついに、 宇治那執行は完成した。しかし政府は1889年3月には、仙台に対し、宇治那執行計画のソロをなりしためさらに国庫の補助行区に至り至る派不符合に至り至る派、不都合に不破法年報12分の1をとがすとの、懲戒を課し、さらに、同年12月、春公式を前にして、仙台は、新潟県知事に転任させられた。 完成した、宇治河港は、広島という地方都市には不釣り合いな大規模なもので、当初はあまり利用されず、工事中から県令の個人的巧妙心にかられた、工事であるとか大変な失勢だとの批評を受けた。当時、琵琶湖疎水工事と共に、天下の二大工事と県連されたからである。しかし千田は元より師団のある広島では、宇治河港は一地方の利便にのみに止まらず、 広く陸海両軍の兵士にも益を与えるべき事業だと考えており、こうした仙田の宣言の名は1894年から1895年日清戦争では近代港湾があり、鉄道が整備され、物資の蓄積に便がある大陸に近い最西端の都市であるとして、広島に大本営と帝国議会が設置され臨時の首都となることで証明された。 さらに1904年から1905年の日露戦争では引き続き国内の重要拠点として、港湾労働者や二役屋衣装、飲食店などに従事する者に雇用を生み官民ともに、活況を呈した。また軍港としての役割のみならず、明治後期や大正にかけての時期には、大陸航路をはじめとして、一般港としても賑わうようになった。宇品中央公園にある文部省を昇華。 港の火碑はこの頃の宇治名の賑わいを歌ったものである。以上のような経緯により、千田は近代広島の発展に寄与したとして再評価され、1898年には男爵を受爵し、広島市会から感謝状を送られた。死後、1908年に宇治名蓄光記念碑、1915年に本人の銅像、1925年には千田描写、 千田神社が建てられた。これらは合わせて千田病公園として整備され、今に至るまで千田の功績を後世に伝えている。また千田の功績を称え、広島市国体寺村の一部が千田町と解消され現在に至っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。